an author named Sharon Califer write about Leonardo's sketch of a dragon and a lion and introduces her book as follows. It has been long known that Leonardo da Vinci's sketches showing a rider in combat with a dragon do not portray Saint George. On the basic level, these combat scenes represent the battle of contraries based on the symbolism common to Leonardo's period, where a combat between an equestrian and a dragon represented the clash of light versus darkness, life versus death, good versus evil, etc. シャロン・カリファーという作家はダ・ヴィンチのドラゴンとライオンのスケッチ画について次のように書いています。この絵は光と影、生と死、善と悪を対比させたものであると。なお一般にはこの絵のモチーフはセント・ジョージが怪物と戦っている様を描いたものと解釈されています。後で紹介しますが、ラファエロ・サンチオもそれを題材にした絵を描いていますが、本当にそうでしょうか。そのように判断して良いのでしょうか。人は見かけで判断してはいけません。神もまたしかりではないでしょうか。広し林、浜松シティ、ジャパン。ダ・ヴィンチは奇妙な動物の絵を何枚か描き残しています。中央にいるのは恐竜みたいですね。そしてこんな絵も描いています。これは何かということですけども、そうした奇妙の絵の中の一枚がドラゴンとライオンということになります。このドラゴンとライオンの絵に検証を加えてみます。右上のような絵も描いているということですね。で、左上のような絵も描いているということです。そして左下のような絵も描いていて、右下のような、つまりライオンの絵も描いているということです。つまり中央のドラゴンとライオンの絵はですね、こうした いろいろな絵の集合体とも考えられるわけです。となると、この絵をどのように解釈したらよいかということになります。で、先ほども言いましたように、ラファエロ・サンチオもですね、似たような絵を描いています。セント・ジョージをモチーフにしています。左の絵がその絵ということになりますが、明るくしてみます。そのラファエロ・サンチオの絵はですね、ダ・ヴィンチの描いたドラゴンとライオンの中のドラゴンに大変よく似ています。左がラファエロ・サンチオの絵です。右がダ・ヴィンチの描いた絵です。この両者は全く同じと言ってよいほど似ています。後足のように見えますが、左の方もやはりぐにゃぐにゃぐにゃっと蛇のようになっています。そして翼もよく似ていますが、何よりも顔がよく似ています。長い首と顔に注意して比較してみてください。なお、ここに描かれているセント・ジョージはですね、カトリックの世界の神ですから、悪いようには言われていません。つまりセント・ジョージがですね、悪魔を退治している絵というふうに一般には理解されていますが、本当にそうでしょうかということになるわけです。その根拠の一つとして、私はシェイクスピアが書いたとされる14行詩の表紙に同じような怪物が描かれていることを発見しました。右下の本がシェイクスピアの14行詩の本ということになります。1609年発刊になっていますから、まだこの本を発行した時にはですね、シェイクスピアは生きていました。その表紙の中にですね、奇妙な動物が描かれています。
なぜシェイクスピアがこんな絵を描いたかですけども、右がですね、現在のグノーシス教団のウェブサイトに紹介されている絵です。その中にも大変よく似た動物らしきものが表現されています。順に左上から4社を比較してみてください。それぞれがですね、共通性を持ってつながっているのがわかります。左上が、これが、ラファエロ・サンチョの解体です。中央上がダ・ヴィンチ、その下が、シェイクスピアの14行詩に書かれている絵ということになります。そして同じような怪物って言いますかね、モンスターがグノーシス主義の現在のホームページの中に紹介されています。でここに描かれている、このモンスターがですね、善なる神なのか、それとも悪なる神なのかということになりますが、もう一度このセント・ジョージの戦いの絵とですね、そして現在のグノーシス主義のホームページに紹介されている絵を比較してみてください。左の方はセント・ジョージがですね、悪魔と戦っている絵ということになりますが、右の方はそうではないのではないでしょうか。注意深くご覧ください。このグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている絵ではですね、中央に赤い衣服を着た人間らしき人が描かれていて、周りの人たちが力を合わせてその赤い衣服を着た人間らしき人物と戦っている様を描いているように見えます。棒を持って戦っている相手を注意深くご覧ください。となるとやはりですね、このドラゴンとライオンという、スケッチ画の中に描かれているドラゴンはですね、一見すると、空恐ろしい怪物のように見えますが、その下のライオンを足で踏みつけて、戦っている絵ということになるのではないでしょうか。つまりむしろドラゴンの方が善なる神であり、ライオンの方が悪なる神であるということになるのではないでしょうか。つまりモンスターも見かけで選んではいけないということではないでしょうか。で結論ということになりますが、もう一度そのドラゴンとライオンの絵を見てください。右上の絵を見たときにですね、私は日本の狛犬を想像しました。右下がその狛犬ということになりますが、たまたまこの狛犬を選んでみたのですけども、あまりの類似性にですね、私自身も驚きました。注意深くご覧ください。ということはですね、狛犬イコール縁起縁リル説 by 林博士説ということになりますけども、それを発表してすでに、6年以上になりますけども、もしここに描かれている、その動物らしきものがですね、悪なる神であるとするならば、ひょっとしたら狛犬も悪ということになってしまうという点からもですね、少なからず抵抗を覚えるわけです。ともあれ、左がラファエロ・サンチョの描いたセント・ジョージの絵ということになります。軍神ということになっていますが、そもそも神にそういう神がいること自体、私は矛盾していると考えます。むしろ事実は逆で、そうした軍神に立ち向かっているのが左下のモンスターということになるのではないでしょうか。というのは私の憶測かもしれません。ともかくも人は見かけで選んではいけない、神もまた光ということになります。その考え方はあのバフォメットへとつながっていきます。では今日はこれで失礼します。 Bye for now。
アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as follows: The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator God Jehovah. The true higher God was unknowable, infinite, unchangeable, and undefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia.超神秘グノーシスサイトによれば次のようにあります。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広し林浜祭りジャパン。あのウォルトディズニーもグノーシス主義あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央右から二人目に写っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。シェイク-スピアーズとなっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るうあるいはシェイクスピアの14行詩とも読めるわけです。もともかくもこんなところにハイフンがあり S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で、名前をですねシェイクスピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス・キリスト、つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのは、その本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びらもしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの外郭団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564を
バラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの比数学にのっとっています。そして死亡年も1616年、この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2かける7、やはり同じくバビロニアの比数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのはイナンナ・イシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチ・オブ・ローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林浩司は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチ・オブ・ローマがローマの国教と認められると同時に、イシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみると、そのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によれば、あのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。 by 林浩司発見です。775027の意味はヘブライ語のゲマトリア、つまり暗号によればキリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形でキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと私林浩司は考えています。その数字の中からダ・ヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば、替え玉あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチはその上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。
この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけれども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリー・スピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の
支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林博士です。つまり私林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで今日は聖なる霊ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。休み5月今頃の今日、ほんの1週間野生のジャスミンが一斉に咲き誇る。甘い匂いをカーテンのように漂わす緩やかな風の肌触り、その優しさ、それが心を溶かし体を緩める。
ぼんやりと時の流れに思いを任す。かすかな胸の動きが息を流す。春の乾いた風が音もなく若葉を揺らす。気だるさが残る足を前に伸ばし、長椅子に身を斜めに横たえる。安らいだ穏やかな朝、ぬくもりのある春の陽光。私は子供の頃から水色の空が好き。それを下から包む山の緑が好き。白い日差しがその上から空を包む。すぐ下の土手の向こうから子供の声、ケタケタと華やいだ笑い。それを追う母親らしき女性の声、山道を蹴る足音がそれに続く。ぼんやりと耳の向こうで聞き流す。悲しみも憎しみもない、不安も心配もない。解放され形を失った自分の体。ふと目を閉じ、まぶたの中に身を沈める。私は生きている。この瞬間を生きている。その満たされ和らいだ安堵感。5月今頃の今日、ほんの1週間、野生のジャスミンが一斉に咲き誇る。甘い匂いをカーテンのように漂わす。時が止まり光が止まる。それが心を溶かし体を緩める。私はもう一度肩を大きく持ち上げ、ジャスミンの香りを胸にいっぱい吸い込む。そう、来週からは野いちごの季節。その赤い実が消える頃には、今度は琵琶、やや黄みがかかった今の琵琶。今年は成年。私はジャスミンの香りが好き、今の季節が好き、あなたが好き、みんなみんな好き、地球も好き。そんな世界に生きている私は、私が大好き。